南箕輪村にあるカミーナ農業高校も創立128年を数える伝統校。長い歴史の中で地域農業を支える人材を数多く輩出してきました。現在はご覧の4つの学科にそれぞれ2コースが用意され、自ら課題を設定して研究する、より専門的で深い学びが実践されています。動物コースの生徒たちが命の大切さと生き物を育てることの責任を学ぶのが牛の飼育です。早朝と夕方の掃除や餌やりはもちろんのこと、人工授精や分娩、成長管理や子牛の出荷まで、牛の飼育の実際を体験を通して学習しています。動物コースの他校にはない特色は、食肉処理の許可を得ていることです。有害鳥獣を地域の資源として活用しようと、下処理と部位解体の処理室を作り、鹿肉の加工に取り組んでいます。生徒は先生や先輩の指導を受け、加工用に肉を切ることも巧み。製造業や販売業の許可も得ていることから、校内には加工品を作る設備もあり、カミーナ農業高校ではすでに鹿肉のジャーキーなどを製造しています。そこで青春チャレンジの目標に掲げたのが、学校から出荷し畜産農家が大きく育てた牛の肉を買い戻して、学校の設備を利用したオリジナル商品を作ること。上納ハンバーグの製造販売が目指す計画のゴールです。今年夏、動物コース畜産班の3年生は大きな戦いに挑みました。5年に一度開催され、和牛のオリンピックといわれる全国和牛能力共進会への出場をかけた長野県最終集合審査、雌牛瑞希を出品し、鹿児島県で開催される全国大会出場を目指します。168。この1年、3年生4人は瑞希の世話と調教に努力を傾けてきました。太りすぎないように毎日欠かさず行った散歩、毛艶を整えるため愛情を込めて行うブラッシング、すべてはこの日のための努力でした。審査が始まりました。重ねてきた調教の成果で、瑞希は審査員のチェックにも動じることはありません。瑞希は現在、瑞希の成長と自分たちの努力を伝えるプレゼンテーションも行いました。欠かさずに行い、より良い牛になるために訓練中です。特別区には全力を出し切った生徒たちと瑞希、しかし審査の結果は残念ながら2位でした。こんな機会はまあ滅多にないので、まあ人生で一回きりだったんですけど、まあいい経験をさせてもらったなと思ってます。全力やっぱ出したから、あ、良かったかなとは思います。惜しい結果にはなったんですけれど、すごく出し切れた感じはあるので良かったです。大会通じていい経験得られたんで、これを糧に将来につなげていけたらなって思います。生徒たちにかけがえのない経験をくれた瑞希との長い日々でした。9月、生徒たちが育ててきたメスの子牛ミワが競りに出されることになりました。青チャレの目標実現のためには、まずいい牛を育てることが大切。JA カミーナの畜産担当宮沢さんにミワの様子を見てもらいます。まあ、牛見てもらいながらちょっと育て方の助言をもらおうと思います。宮沢さんの指導を受けながら、体高や体調、脅威などミワの体格を測定します。宮沢さんはこの学校の卒業生、畜産班にも所属していました。ミワの評価はどうでしょうか。皆さん育てていただいて十分育っていると思います。毛艶、
もう結構見たりするんですけども、やっぱツヤがいいとやっぱ体調がいいという判断できるかなと思いますので、皆さん育ててしっかり育っていただいたので餌も食べているので、はい、大丈夫だと思います。少しでもこういう畜産業界に興味を持っていただいて、担い手というか一緒にやっていければ嬉しいなというところであります。夕方、この日の担当生徒たちが間もなく出荷されるミワとの別れを惜しんでいました。愛情を込めて育てた牛との別れは何度経験しても慣れることはできません。一番思うのはやっぱ悲しいなっていうのは思います。大変な部分もあるんですが、でもその分牛がとても可愛くて世話をしたくなるような気持ちになります。悲しいですね。今までやっぱ大切に育ててきてきたので寂しいとは思います。今まで私たちが育ててきた牛なので、これからも大切に育ててほしいなと思います。子牛の競りは夏の最終審査が行われたのと同じ長野県中央家畜市場で行われます。競りにかかる牛たちの中に美和の姿もありました。上伊那農業高校の三村直樹先生と1年生の寺平海里さんが駆けつけています。競り会場では子牛たちが1頭ずつ連れ出され、畜産農家によって競り落とされます。血統や生育状況などによって牛の値段が決まります。ミワの体重が測られ、競りの順番が近づきました。よろしくお願いします。寺平さんの挨拶でミワの競りがスタートしました。農家の評価は上々のようです。まずまずの値段でミワは競り落とされていきました。松本市にある三村畜産。三村先生はこの畜産農家が実家です。三村畜産では上伊那農業高校が育てた牛を長野県中央家畜市場を通して数頭買い入れており、この日は3年生を連れて見学に訪れました。今年2月に購入されたサツキです。肉用に肥育され大きく育っていました。久しぶりに見てどうですか？めちゃくちゃでかくなってます。かわいい。かわいいです。ミワを競り落としたのも三村畜産でした。久しぶりの再会を喜ぶ3年生。多くの牛たちを育て出荷する経験を通じて、生徒は多くのことを学び、自分の進路選択につなげています。将来動物飼育の道に進みたいと思っているので、この城野高校で牛たちと関わって牛の飼育をしてきたことは役に立つのかなって思っています。動物コース入って改めて命の大切さっていうのと、やっぱ食材とかのありがたみっていうのを感じて、やっぱ普段食べてる食材でもやっぱこうやって一から学んでいくことによって感謝っていうか、いろんな方々へのありがたみを知ることができたので、それを次は自分が他の高校生とか未来ある人に伝えられるような活動をしていきたいなって思ってます。城野高校は他の高校と違ってもう専門農業に関わって、特に動物コースでは動物について誰よりも詳しく学べたので、将来に生かしていきたいと思っています。僕たちの学んで作ってきたものが後輩に生きていいものになれば、僕たちの勉強もためになったなと思います。自分たちの育てた牛の肉を使って作るオリジナル商品、上伊那農業高校の青春チャレンジは後輩たちに引き継がれます。